皆さんこんにちは。チャット GPT ってご存知ですか？チャット GPT とは今話題の機械学習の AI が自然な文章で答えてくれるサービスです。アレクサやシリといった音声 AI のテキスト版とイメージされると分かりやすいかもしれません。パソコンで打ち込んだチャットの相手が AI なんですが、まるで人間が答えてくれているように自然に、そして幅広い質問に答えてくれるということで、ズバリピアノが上手くなる方法について聞いてみました。はい、こちらがチャット GPT のウェブサイトです。英語でいくつかの例が書いてあるんですけど、ここにテキストを入れることで AI が答えてくれます。では最初の僕の質問、ピアノが上手くなりたいです。どうしたらいいですか？これを聞いてみたいと思います。早速出てきましたね。ピアノが上手くなりたい場合、以下のようなことが役立つかもしれません。1、レッスンを受ける。ピアノ教師から指導を受けることで基礎から上級まで段階的に学ぶことができます。なるほど。2、定期的に練習する。継続的に練習することで指の動きや音楽理解力を向上させることができます。なるほど。音楽理解力っていうのがまあなんかキーな気がしますよね。この指の動きだけじゃなくて音楽理解力もピアノの上達には不可欠と言ってるわけですね。3、音楽理論を勉強する。音楽理論を学ぶことで楽譜の読み方や音楽構造を理解することができます。なるほど。4、ピアノ演奏を聴く。プロの演奏や録音を聴くことで音楽的感性を磨くことができます。そうですよね。やっぱりこうあんな風な演奏したいとか、こんな音に憧れるなっていうものがないとなかなか自分自身も上達できないと思いますし、それってまさに音楽的感性を磨くことと言えると思います。5、楽譜を読む練習をする。楽譜を正確に読むことで音符を正確に演奏できるようになります。うん、その通りですね。以上のことを継続的に行い、時間と努力をかけることでピアノの上達につながると思われます。なるほど。決してなんか楽な道はないよと、そんな風に言われているような気がしますね。では次の質問いってみましょう。ピアノが上手くなるための最高の練習方法を教えてください。答えが出てきました。ピアノが上手くなるための最高の練習方法については以下のような方法があります。1、ピアノの練習を継続することが大切です。1日30分から1時間程度毎日練習することが重要です。なるほど。2、基礎的な練習方法を行うことも大切です。例えば指の動きを鍛えるスケール練習や和音の練習、ハノン練習などを取り入れると良いでしょう。なるほど。3、ピアノの曲を演奏することも大切です。自分が弾いてみたい曲を選び段階的に練習していくと良いでしょう。4、楽譜を見ながら弾くことを習慣化しましょう。ああ、なるほどね。楽譜を正確に読むことが正確な演奏につながります。5、練習を録音し自分の演奏を聞き直すことも重要です。自分の弱点を見つけ改善するために役立ちます。以上の方法を組み合わせコツコツと練習することがピアノの上達につながります。またピアノ教師にアドバイスをもらうこともより効果的な練習につながるでしょう。なるほど。非常にまあ的を得てると思うんですけど、最高の練習方法とはちょっと言えないような気がしましたね。けれども大事なことは、まあ1、毎日やろうということですね。2、基礎的な練習もやっぱりやるといいよってことですね。3、けど基礎だけじゃなくて自分が弾いてみたい曲っていうものをまあ段階的にっていうことを意識して練習する。でこの段階的っていう段階をやっぱり教えてくれるのって先生かなというふうに思いますね。4、楽譜を見ながら弾くことを習慣化しましょう。まあもちろん耳で頼りにしながら弾くことも大切なことなんですけど、楽譜とその耳を一致させるっていうことですよね。5、練習を録音し自分の演奏を聞き直すことも重要です。そうですね。つまり弱点を見つけてそこをフィードバックしてどういうふうに改善していったら上手くなるかっていうことをまあ取り組んでいくっていうことですね。でも最高の練習とはちょっと言えない気がするので、もう少し聞いてみましょう。
ありがとうございます。あなたの答えは良い練習方法ではありますが、最高の練習とは言えないように感じました。あなたしか知らないとっておきの練習方法を教えてください。尋ねてみます。素晴らしい答えが来ている気がしますね。すみません、最高の練習方法というのは一概には言えません。ピアノの練習方法は人それぞれで、最高の方法もまた個人によって異なることがあります。ただし私が考えるピアノの練習に効果的な方法をいくつか紹介します。なるほど。一概には言えないけど、つまり人それぞれ違うし、カスタマイズしていかないといけないっていうことですね。けれどもチャット GPT が考える練習は以下のようにあります。1、ピアノの音を感じる練習をする。音を感じることが演奏において重要な要素です。音を聞き取り、自分の体で感じることで音楽表現が深まります。例えばピアノを弾きながら体を揺らす、鼓動に合わせて指を動かすなどを取り入れると良いでしょう。なるほど。2、イメージトレーニングを行う。演奏前にイメージトレーニングを行うことで演奏の精度や自信につながります。演奏する曲を心の中で演奏することで、頭の中で音楽を再現し、演奏する前にイメージを固めることができます。はい、この2はめちゃくちゃ大事だと思いますね。このイメージが豊かであればあるほど、より、様々なテクニックを身につけていくことにつながるし、同時に自分自身の音楽の質も高めていくっていうことにつながると思います。3、集中力を高める。集中力を高めることはピアノの練習において非常に重要な要素です。練習中は周りの環境を整え、集中することが大切です。また深呼吸をする、目を閉じる、瞑想するなどを取り入れるというでしょう。なるほど、深いですね。4、ピアノ以外の音楽を聴く。ピアノ以外の音楽を聴くことで音楽的感性を磨くことができます。さまざまなジャンルの音楽を聴くことでピアノ演奏にも影響を与えることがあります。なるほど、確かにそうですね。オーケストラの音、音楽、もしくは室内楽などを聴くことで音楽的感性をさらに磨くっていうことにつながると思いますね。それと同時に、このさまざまなジャンルの音楽を聴くっていうのは、僕自身はちょっと手薄にしていたことだなと自分で感じました。ロックやジャズや、まあ、テクノとか、ボサノバやタンゴなども好きですけど、もっといろんな音楽も聴いてみたいと思います。5、ピアノを弾く前にストレッチをする。ピアノを弾く前に手首や指をストレッチすることで筋肉の緊張をほぐし、演奏に備えます。なるほど、そうですね、怪我の予防にもつながります。これらの方法を取り入れ、自分に合った練習方法を見つけることがピアノの上達につながると思います。つまりこの自分に合った練習方法こそが最高の練習と言えるということですね。はい、クラシック音楽のピアニストとしてさらに成長したいのですが、どのようなレパートリーを練習したら良いと思いますか。聞いてみたいと思います。はい、答えが出てきました。クラシック音楽のピアニストとして成長するためには、幅広いレパートリーを練習することが重要です。以下にクラシック音楽のピアニストが練習すると良いレパートリーをいくつか紹介します。1、バッハの鍵盤曲。バッハの鍵盤曲はピアノの基礎練習において非常に重要な曲です。バッハの曲はテクニック的にも奥深く、表現力を高めることができます。なるほど、つまりまあポリフォニーということをより奥深く学ぶことで表現力を高めるということにつながるということですね。2、ベートーベンのピアノソナタ。ベートーベンのピアノソナタはクラシック音楽の代表的な曲の一つです。ピアノの演奏技術を磨くことはもちろん、表現力や音楽性を高めることができます。なるほど、そうですね。3、ショパンのピアノ曲。ショパンのピアノ曲はピアニストにとって非常に魅力的な曲です。技巧的な要素が多く、表現力や音楽性を高めることができます。はい、同感です。4、リストのピアノ曲。リストのピアノ曲はテクニック的な要素が非常に多い曲が多く含まれています。また音楽的な表現力を高めることもできます。そうですね、リストはさまざまな、音楽的な表現と、その彼が独自に生み出したテクニックというのが非常に密接な作曲家だと思います。5、近現代のピアノ曲。現代のピアノ曲にも独自の音楽性や表現力があります。近年ではアジアを中心に多様なピアノ曲が作曲されています。そうですね、アジアの作曲家たち、日本の作曲家ももちろんですけれども、
韓国、中国、台湾などたくさん熱い現代の作曲家いらっしゃいますよね。これらの曲を練習することでテクニックや表現力、音楽性を高めることができます。また自分の思考や音楽的感性に合わせて幅広いジャンルの曲を取り入れることも大切です。なるほど。ではこんな風に答えてくれたチャット GPT なんですけど、チャット GPT、 あなたが思う最高のピアノ曲は何ですかと聞いてみたいと思います。はい、答えが出てきました。あなたが思う最高のピアノ曲は何ですかという問いに、私は人工知能であり感情を持たないため、お気に入りの音楽や最高の曲を選ぶことはできません。なるほど、人工知能、そうですね、感情がないので選べないと。ただ様々なジャンルや時代の音楽を学習しているので、ピアノ曲においても多くの名曲があることを知っています。最高のピアノ曲については人々の思考や好みによって異なることが一般的です。なるほど。ですので自分自身が心に響く自分のお気に入りの曲を探してみることをお勧めします。なるほど、そうなんですね。とはいえもうちょっと突っ込んでいきましょう。そう言わずに教えてくださいよって聞いてみましょうか。なるほど、申し訳ありませんが私は人工知能であり主観的な評価をすることはできません。私が持っている情報は様々な時代やジャンルのピアノ曲があり、それぞれが素晴らしいということです。いいこと言いますね。もしあなたがどのようなジャンルや時代の音楽に興味があるのかお知らせいただければ、より具体的なお答えができるかもしれません。ではクラシック音楽における最高のピアノ曲を教えてくださいと質問してみます。クラシック音楽において最高とされるピアノ曲は数多くあり、その中のでの特定の曲を挙げることは非常に難しいです。ただし以下のような名曲が挙げられます。なるほど。ベートーベン、ピアノソナタ第14番、月光、ピアノソナタ第8番、悲愴、ピアノ協奏曲第5番、皇帝。なるほど。ショパン、前奏曲集、バラード集、ピアノ協奏曲第1番、リスト、愛の夢、ピアノ協奏曲第1番、モーツァルト、ピアノソナタ第11番、12番、13番、および21番、エリーゼのために。これ間違いですよね。21番エリーゼのためにとは聞いたことないんで、はい、なんか混在しちゃってるんでしょうね。はい、ラフマニノフ、ピアノ協奏曲第2番、ピアノ協奏曲第3番、ピアノソナタ第2番。激しい、非常にビルトーゾな曲も入ってますね。他にも様々な作曲家の素晴らしいピアノ曲があります。これらの曲が最高とされる理由はその美しさ、技術的な難易度、音楽的な意義、そして音楽史における位置づけなど多様な要素によるものです。なるほど。じゃあ最後の質問、僕にとってはピアノももちろん上手くなりたいんですけれども、同時に教えるということも上達したいと思ってるんですね。なので素晴らしいピアノ教師になるためにはどのようなことが必要ですかと聞いてみたいと思います。はい、答えが出てきました。素晴らしいピアノ教師になるためには以下のようなことが必要です。1、十分な演奏技術と音楽的知識。自分自身がピアノを演奏する技術と音楽理論、音楽史などの知識を持ち、生徒に正確かつ分かりやすく伝えることができるようになる必要があります。そうですね、その通りだと思います。2、生徒に合わせた指導法。生徒の年齢、レベル、目的、興味などに応じた個別の指導法を確立し、生徒の能力に合わせて適切なレッスンを提供することが必要です。はい、その通りだと思うんですけど、これ非常に難しいことですよね。やっぱりこうよく生徒さんがどんなことを目的にしているのかとか、どんなことに興味があるのかとか、その単にレッスンで教えるっていうだけじゃないコミュニケーションが非常に重要かなと思います。3、忍耐強さとコミュニケーション能力。生徒の成長や進歩には時間がかかることがあります。そのため忍耐強く継続的にサポートし、生徒とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。そうですね、その通りです。4、教材やリソースの充実。
生徒のレベルや目的に合わせて様々な教材やリソースを充実させることが必要です。例えば楽譜、演奏映像、音源などを活用し、生徒の理解力や演奏技術の向上を促すことができます。はい、全くその通りだと思います。 5. 自己研鑽と情熱。常に新しい音楽や指導法に挑戦し、自分自身も継続的に学び続けることが大切です。またピアノや音楽に対する情熱を持ち、生徒にもその魅力を伝えることが必要です。はい、その通りだと思います。面白かったですね。いかがでしたでしょうか。どこまでが正確な情報なのかということは個々人が判断する必要があると思いますが、とても興味深いシステムであることは間違いありませんよね。現状はこういったパソコン上でのテキストでのチャット形式となっていますが、もしかすると近い将来にはAI ピアノ教師などが登場して、譜読みの間違いやリズム間違い、音間違いなど基礎的な事項は AI が全部教えてくれるといった未来があるかもしれませんね。それでは